皆さん、おはようございます。今日も楽しいお稽古です。今日はバロック時代の代表的な作曲家バッヘルベルのカノンを弾いてみますね。上達するためには手首を柔らかくゆったりと曲奏に応じて弾くことが大切です。亀さんのようにスクイーズは手首を柔らかくするために先生が買ったものです。手首を柔らかくパンのようにして弾くことがピアノの上達への近道です。皆さんも物や人は大切に扱うようにしましょうね。それでは今日もバロックの代表的な作曲家の一人であるバッヘルベルのカノンを弾いてみます。フレーズやリズム感、テンポ感、いろんなことに注意をしながら弾いてみますね。代表的なバッヘルベルのカノンでした。ピアノはとっても幼児期の導入にも最適なオーケストラ楽器です。ピアノもエレクトーンも弾けたらとっても楽しいですね。上達するためには毎日少しずつ反復練習を繰り返すこと、これはいつも先生が頑張っていることの一つです。良い子の皆さんも楽しむことを忘れずに、少しずつ遊びながら鍵盤に触れる習慣を身につけましょうね。習慣を毎日きちんとやれる人はとっても賢いんですよ。
才は才でも、恋は恋でも、頭のいい恋ってなんだ。答えは賢いですね。はい。恋は恋でも、頭のいい人は何でしょう。答えは賢いですね。楽しいなぞなぞやクイズを交えて楽しみながら学ぶことも大切ですね。恋は恋でも頭のいい人は賢いですよ。皆さんよく覚えましょうね。それではバイバイキーン。